交際女性への暴力行為を報じられた、純烈の友井和明。週刊文春、文藝春秋の報道によれば、友井は2014から16年頃に交際し、同棲していた芸能関係者の女性に過激な暴力を振るい、頭、手首、太ももに大怪我を負わせた。のみならず、度重なる浮気をし、挙句暴言を吐き、精神的にも苦痛を負わせた上、英子さんを妊娠させ、流産させてしまい、その傷ついた体と心に輪をかけるように、逆に良かったやんといたわることもせず、多大なる苦痛を与えたという。純烈はこのことを認め、友井のコメントを発表。ファンの皆様及び関係者の皆様に、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますと謝罪した。純烈は、スーパー銭湯を回って、歌謡ショーを続け、中高年の女性を中心にファンを獲得してきたグループ。友井は、コーラスと振り付け、衣装を担当していた。ファンとの距離の近さやメンバーの飾らない人柄も、純烈の魅力で、友井は、バツイチ子持ち、養育費を仕送りしているというトークが定番。しかしその元妻との離婚も、友井による DV が原因だったのではないかという話は有名だった。10代の頃に、関西で、ジャニーズ Jr. として活動していた友井和明だが、ジャニーズを辞めて、俳優転身し、2005年の映画、パセリで共演した女優の勝村美香と6年に結婚。勝村は、スーパー戦隊シリーズ、未来戦隊、タイムレンジャーの、タイムピンク、友井は、仮面ライダーアギトに、仮面ライダーギルス役で出演していたことから、特撮ヒーローとヒロインの結婚と話題になった。しかし一時を設けるも、二人は8年6月に離婚を発表。勝村は当時、ブログに、離婚したのは事実です。いろいろと報道されていますが、離婚の理由は生活のすれ違いだけではありません。私と娘にとって、夫婦としても、家族としても、彼とは生活していけないほどの理由がありました。と意味深なことを綴っていた。